はい、今日はですね、片野さん、違う、河野さんに、登ってきました。今日は国見山を通って、上がってきま、この絶景までたど、り着きました。まあ、すごく登りやすい山なんで、ぜひ皆さんも、今日ちょっと天気があいにく良くないんで、ちょっと景色が良くないんですが、すごくいい山なんで、最後までご視聴いただければなと思います。では本日もよろしくお願いします。僕たちはですね、残念ながら来るのが遅かったんで、ちょっと街中の駐車場に停めました。はい、では今日も登っていきましょう。まず国見山かな、はい、そこに向かいます。道が広くてね、うん、歩きやすいね。ああ、人炭工場、なんか隣にね、だから津田サイエンスパークみたいなのなんか書いてあった。あ、なんか書いてあったね。ああ、そもそも人炭って、うん、何やったっけ。え、人炭ってあの人炭分かるけど、うん、何、あれ需要競争、何そう言われたらちょっとわからない。な、うん、おじいちゃんおばあちゃんが飲んでるイメージあるけど。おじいちゃんのイメージやな。薬で、何の調べない。うん、調べよう、帰って調べよう。夫婦岩、ちょっと上に見える、なんかすっごいでっかい岩があるけど、ちょっと見てみようか。上がってみる。ああ、めっちゃ急やな。一応夫婦やから。めっちゃ急やで。ああ、行ける。行きましょう。うわ、でかい。夫婦岩到着です。すぐ、めっちゃでかいな、これ。え、めっちゃでかい岩が。でかい。急に高いな、ここ。ああ、急に上がった。こんなショートカットがあるの知らなかった。これで、うん、国見山やったっけ。もう行けるってことやな。行けるんちゃう。地図上はちょっと絶望やと思われてた、うん、ええわ、景色が、うん、
お、さっき歩いてきた尾根を、うん、上から撮るのって確かにめっちゃいい、うん、ちょっと一回戻ってみる。いい、え、撮ってあげるわ私こちらに残りますので。あ、そういうこと。あ、一人でカメラマンってことね、うん、キャメラマンね。そうそうそう、行ってくる、いい感じになるこれ、いい絵が撮れる。ゴー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 。そんなんいらん。富士見山、まず到着です、うん、一つ目、一つ目結構人いるようで、うん、じゃあ、はい、次の山行きましょうか、はい、国見山、僕たちは夫婦岩から強引に行きましたが、うんうん、こっからも行けるね、まあ、こっから行くのがメジャーなのかな。そうかもしれない、うん、ちゃんとした道や。そうやね。では、はい、次の山、高野山に向かっていきましょう、はい、いや、高野山やった高野山じゃなかったかな。もう分からん、どっちか片野か高野か山か山なんか。こうやってこう、綺麗なベンチもあって、うん、美味しいお茶が。うまい。よし。行くか。行きましょうか。はい、触れ合いの里ですね。はい、ここ一回高野山に登った後にここに戻ってご飯を食べますので、一旦取り次ぎます、うん、まあ、トイレもあって、はい、いいところね、施設がしっかりしてる、うん、テーブルもいっぱいあるんで、うん、だいぶ来てますよ、うん、やばい。一応歩いて一気に行ってるよ。うん、行ってる行ってる。休憩せずに。休憩なしやな。ああ、ちょっとやっぱり体力ついたんちゃう。ああ、そうやろ。また行かなあかん。え、御在所だけに。恐怖やな。御在所だけが待っている。はい、山頂到着です。あ、飛んだ。はい。こちらが。すごい。岩の上に乗ってる。おお、すごい。すごいな。ほんま、あの岩なんか火じゃなかったな。目を取るから。倒れた。感じや。気持ちいい。めっちゃいい景色よ、うん。天気悪くてこれ。うん、天気悪くてこれやからな。天気良かったらほんまやばいよこれ。すごいわ。怖いな。怖いけど気持ちいい。怖いけど気持ちいい。
ここめっちゃ断崖絶壁やで、これこれ以上先行かれへん、俺。そうやろ、もうちょっと行けんじゃん。いや、もう無理や。この辺は、まあでもすごい景色。下手？うわ、怖っ。怖怖、そうしてるのが怖い。怖いな。うん、デコちゃんのそうしてるのもみんなが怖い。確かに。うん。昼ご飯いただきます。今日はお弁当持ってきました。はい、これ何ですか。 これはね、プルコギ巻き。プルコギ巻き、はい、あ、こっちね。あ、こっちね。こっちプルコギ巻きね。こっちプルコギ巻きです。バイコストコね。バイ、あ、コストコちゃう、これ違うか。業務スーパーのプルコギです。で、こちらは。で、こちらはみたらし団子を、うん、みたらし団子豚バラで巻いてみました。美味しいらしいです。知らないけど。そして奥にあるのね、飲みます。いただきます。はい、では飲みますよ。はい、今日はそんな寒くないので、はい、飲めちゃいます。はい、いただきます。おいしい。あんま今日はしんどない。今日はバレてんな。しんどくなかったけど。はい、では、いただきます。はい、いただきます。じゃあ、ここから降りていきましょう。40分。はい、車道のところまで降りてきました。はい、あとはこのまま須田駅の方に降りてきます。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。あの夕方のように見ますが、まだ1時半なんで。夕方みたい。はい。まあ、今日ちょっと大阪に用事があるんで、あの片野市の方までやってきましたが。はい、山やったね。あの気軽に登れて、飯盛山とよく似た感じ。うん、大人気やった。めっちゃ人が多かった。めっちゃ人多くて、あんまちょっと動画は、うん、あんまりええ感じで出んかもしれんけど、うん、またあれやね、あの天気のいい日に、うん、ちょっとあとは人おらん時間帯とか日にちとかちょっと選んで行きたいよね。うん、うん、よかった。今日はこれで終わりにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。